トネールは、フランス海軍のミストラル急強襲揚陸艦2番艦。艦名は雷名を意味するフランス語に由来する。トネールは、DCNS 主導で建造された。2003年8月26日に、艦尾部分が、ブレスト交渉で、寄港。2004年5月5日に、アルストムイコールアトランティーク造船所で、艦首部分が寄港された。その後、艦隊は、 ブレスト交渉で組み立てられて2005年7月26日に浸水。2007年8月1日に収益し、トゥーロン軍港に配備された。2008年12月12日にリモージュと命名都市の関係を結ぶ。2007年4月10日から7月24日にかけて大西洋とカリブ海方面で遠洋試験公開が実施される。トゥーロンを出港後、 4月21日に、サンピエール島、ミクロン島に、4月23日から4月27日まで、カナダハリファックスに、4月30日から5月7日まで、アメリカ合衆国、ノーフォークに、5月25日から5月28日まで、フォールドフランスに、6月8日から6月13日まで、ブラジルリオデジャネイロに、 6月25日から6月30日まで、南アフリカ共和国、ケープタウンに、7月14日から7月17日まで、セネガルダカールに寄港支援用試験公開を終えた。2007年10月16日、ナトー主催のノーブル、ミダス演習に参加した。スペイン海軍の空母、プリンシペデアストリアス、A 空母、イラストリアス、イタリア海軍の揚陸艦、サンジョルジョ。 サンマルコなど40隻の水上艦艇、5隻の潜水艦、20機の航空機が仮想国家、メイプルランドの混乱とそれに波及するアドリア海近隣国での混乱を食い止めるため平和維持活動を行う内容であった。2008年1月9日から4月19日までコルンベ92任務に参加し西アフリカ諸国を訪問する。 1>, 1月18日から1月23日まで、セネガルダカールに、1月25日から1月27日まで、ギニアコナクリに、1月29日から2月7日まで、会場における、麻薬密輸防止活動を実施した。2月4日から2月7日まで再びダカールに、2月19日から2月25日まで、東ゴ路目に寄港し、東語軍と、 内乱発生時を想定した演習を実施した。3月2日と3日は、ダカールに、3月9日から3月19日まで、カメルーン・リンベに、3月14日と15日は、サントメ・プリンシペ・サントメ島に、3月17日から3月24日まで、ガボン・リー・ブルビルに、3月27日と28日は、トンゴ共和国、ポワントノワールに、 4月10日から4月13日まで、ダカールに寄港してキロに着く。2008年5月9日から5月12日まで、アンビル08演習に参加。同じフランス海軍の揚陸艦、フードル、数砲艦、コマンダン・リューキニアフランス陸軍第6系気候旅団を、交えての水陸両用作戦訓練を行った。9月18日に、トゥーロンを出港し、 9月22日から9月27日まで、ポルトガル・リスボンに寄港し、29日と30日に、ラロシェルにおいて第一戦闘ヘリコプター連隊のヘリコプターと共同訓練を、10月6日から10月17日まで、イギリス海軍、ベルギー海軍、オランダ海軍と合同演習を行う。2009年1月12日に、トゥーロンを出港し、 2月3日から2月15日まで、アメリカ軍主催のコンプチュク X 演習に参加。リトルクリーク海軍水陸療養基地に寄港後、第5艦隊の教習用陸艦、バターンなどと、水陸療養訓練を行う。同年5月1日に、インド洋にて活動中のところ、ソマリア東沖約450海里付近にて2隻の、 ボートを伴った海賊の海上拠点を、スウェーデンの航空機が発見し、翌朝に、トネイルは出動しこれを強襲、破壊して、容疑者11名を拘束する。2013年5月15日、ジャンヌダルクグループを変組して、アタランタ作戦に参加中の駆逐艦、ジョルジュレーグと共に任務を終了する。2021年3月30日、南インドのコーチに入港。 4月5日からは、インド洋で、インド海軍の他日本の海上自衛隊、アメリカ海軍、オーストラリア海軍との合同訓練、ラペルーズに、同じフランス海軍のフリゲート、シュルクーフと共に参加した。その後、2隻は北朝鮮による、金融破りの監視や、訓練のため日本近海に来航。5月5から7日は、沖縄県の米海軍ホワイトビーチ地区沖に停泊。 5月11日から17日に、九州で、非米豪との合同演習、アーク2 1を実施し、同18日にホワイトビーチ地区に寄港した。ザ・ボイス・オブ・ロシア、ソマリア海賊2日が、海上拠点破壊11人、高速2010年5月2日、EU ネーブ・フォー・フォース・コマンダー・ビズ、フェアウェル・ツー・フレンチ・ネイビー・シップ・ストーネージョルジュ・レグ、 アズゼイコンプリートゼアカウンターピリシーパトロールズハット EU アンポで対中シフトインド太平洋戦略拡張警戒感染派遣も視野経済重視見直し読売新聞長官2021年4月21日にあるインド海軍ツイッター写真より初の号過酷実施会示も参加の多国間訓練 ラペルーズフランスが主催のなぜの織物ニュース2021年5月22日閲覧。セトリを含む違法な会場活動に対する、フランスによる、警戒監視活動日本国外務省2021年5月22日閲覧。ホワイトビーチに、二日戦会時との共同訓練参加琉球。 新報デジタル2021年5月22日、閲覧日米豪仏共同訓練について、海上自衛隊海上幕僚幹部2021年5月22日、閲覧。ありがとうございます。